世界で2番目に美味しい焼きたてメロンパンアイスというお店に来ております。こんにちは、劇団スカシのゆえです。メロンパンハムサラダってのもあるんですか。メロンパンの上にまずチーズを上に乗せてるんですよ。もう挟まない間にハムサラダを。メロンパンの専門家監修のメロンパン好きのための食パンです。食パン買っちゃおうかな。メロンパンすっ飛ばして、最初から食パン行くんですか。ハート型のメロンパン1日20個限定ですよね。軽さはほぼ何も入ってないほど軽い。何も変わんない。本当に軽いです。かわいい、これかわいらしい。バレンタインデー限定のメロンパンです。チャチャかわいいな。なんかダイヤの形のね、なんかポコポコがあるんですね。そうなんですよね。綺麗なダイヤですよね。じゃあやっぱりこれはこのハートをこう割って一緒に食べるんですね。え、半分こう。え、そうそう。もうガチガチになっちゃうから、それだともうホモ感が。せーの。ふう。あ、柔らかい。あー美味しそう。軽くて柔らか、柔らかいんですよ。生地柔らか。これいただきます。せーの、いただきます。うん、本当に美味しくないですか。うまい。中のふわふわとこのボコボコのクッキーの部分、これクッキーなんですよね。実は完全にクッキーですよ。優しい優しい。あの本当ソフトタッチしてくれるこの口の中を。そうなんですよ。でも、はい、そのバレンタインデーって、うん、なんか思い出ありますか。バレンタインの思い出聞きます。一番謎なのがこれなんですよ。いや、これだって見た目食パンじゃないですか。ただの食パンですよね、これね。はい、嘘つかれたんじゃないかなって思ってたから。食パン出てきちゃった。いきますよ。あ、待って、サクッとしてるんですか。質感が、これやばい、メロンパンの質感が。え？え？ちょっといただきますよ。はい、いただきます。なんだこら。クッキーじゃないですか、もうここが。そうなんですよ。ん？メロンパンだ。不思議じゃないですか、これ。ちょっと頭混乱するな。この見た目食パンで食べたらメロンパンだから。まあ俺これ好きっすね。ここ味違うじゃないですか、上のところ。ここ、ここ、ここ、そこ、そこメロンパンなんじゃないですか。いきますよ。あ、ふわっとしてる、むしろ逆に。ほら、え、一緒。Ha ha 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 ha!